はい、年岡姫で美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回は私ね、いろんなあの化粧品を買ってね、いろいろ検証したりとかして、ちょっとねお蔵入りになっちゃったものだったりとか、翔子さん使ってみてダメだったものってあるんですかってよくあのご質問ありましたので、はい、今回はあの私的にですけども、私のまあ年代ね、私あの50代なんですけども、50代の肌 でなおかつ、ね、私ちょっと乾燥するんですね。で疲れるとすごいゴルゴランが出たりとか、肌が敏感になりやすいタイプで、季節の変わり目はもう本当にね、新しいもの使うとすごくね、ちっちゃいボツボツがバーって出ちゃうような感じの肌質でございます。でその肌質で、やってみて、あ、なんかこれちょっと良くなかったなとか、ちょっとねお蔵入りしてっちゃったとか、こういう感じの使い方だったら多分もういろいろ出てきても多分買わないんだろうなって思うものを今日は、ご紹介していきたいと思っております。なのであのその商品がね全然悪いっていうんじゃなくて、私の肌質に合わなかったり、でなおかつ買っちゃって失敗した時にリカバリーする方法っていうのも一緒にね皆さんに、お伝えしていければと思います。では早速いってみよう。はい、皆さん今回は、ベース編。私はあの本当にあのベースをねすっごいあの動画でよく出してると思うんですけども、なので本当にいっぱい買うんですけども、でその中でちょっとね合わないなと思ったものっていうのとか、雑誌だったりとか SNS ですごくバズってたりとかっていうものは必ずチェックしてるんですけども、その中でねちょっとね私的にはあまり上手に使えなかったな、でこういう同じ用途だったらこっちの方が良かったなっていうところでご紹介していくのが、今からだとすごくねあの皮脂が出て化粧崩れ激しいですって言った時に、ね、この毛穴をスムースにして、ね、すごく綺麗に見せていくタイプのものっていうのが、あの安いとこの毛穴パテ職人っていうところで、すごく毛穴のね崩れ方がすごく激しいですっていう方のコメントが多かったのでね、これをねよくあの使ってみたんですけども、あとアルビオンのスムースピール、ね、クリエイターってあのメイクアップベースなんですけども、あのこういうプチプラで変えたりデパコスで変えたりっていうものも使ってみたんですが、やっぱりねどっちかというと私の肌質な場合は乾燥しちゃうので、どうしてもね広範囲に広がってくると乾燥の方が気になっちゃうんですよだから毛穴落ちっていうよりは乾燥しちゃって逆にあのファンデーションがなじまないっていう感じになってしまうんですね。なので本当に自分の出やすい、なんか本当にこの小鼻だけ使うとかっていうんだったらすごく良かった。そう、こういう感じなんですけどもね、よっ、これ振ってね、で塗るとわかります、すごくね塗った時はいいんですよね、すごく毛穴がねピタッと止まって綺麗に見えます。でこちらの方のアルビオンの方はちょっと固めなんですね。でこう伸ばしていくとやっぱりねこの毛穴の中にしっかり入り込んでいくので、サラッとして、わかりますかね、めちゃくちゃ毛穴綺麗に見えるんですよ。なので、あ、これは使えると思ってね、この辺とか全体に使っていっちゃうとサラッとしちゃうので、すごい乾燥してツヤがなくなっちゃったんですね。なので使い方としては、乾燥しちゃって余計ねシワっぽくなっちゃったわっていう方は、私はもう本当にこの辺だけとか小肌だけとか、あと夏になるとね額とかに汗かきやすかったり、この辺だけちょっと毛穴が開いてきたりしません？テカリがここにペカペカ光ってるの嫌だなって思ったところだけにつけて、なるべく乾燥しやすい、ね、こういう口周りとか目周りっていうのは全くつけないようにして気をつけて使ったら使えます。ただあのそうやってね本当に部分的に使うとなると、ものすごいこうねあの量多いわけですよ、うん、それだったら同じ毛穴の部分でも乾燥とか気にならなかったな、このスックのスムースカバープライマーは使いやすかったです。この辺とか全部塗ってもスムースにはなるんだけど乾燥しにくい、でベタベタもしないから使いやすいかなっていうところで、ただねお値段の方がこちらの方がやっぱり高いんですけど、いろんなもの使って失敗するんだったら最初からこれにすればよかったみたいな、これはあの私高かったのでね、ちょっと買うのをためらってたんですね。あのベースの部分でね、乾燥しちゃってあんまり自分が好きじゃないよね、ツヤ命な女なので、なのであんまりこうベースがサラッとしたものっていうのにあんまり手出さなかったんですけど、
本当に汗かく季節になったらすごく使いやすいんじゃないかなと。あります？サラッとしてるんだけど、どうですかね、微妙な感じなのでね。あと顔洗った時に荒れなかった、これが一番大事なんですね、私の中で。はい。あと、ね、ちょっとこう崩れにくいってファンデーションをずっとね探してた時に、あのリンメルさんのあのアイシャドウとか、あのすごくね大好きでよく買ってた時期があって、あ、じゃあベースも買ってみようと思ってこれを買ったんですよ。これあのリンメルさんのラスティングフィニッシュファンデーションっていうところで、こちらの方いいかなと思って使ったら、私にはあの肌になじまなかったっていうのかな、肌なじみが悪かったんですよ。今のファンデーションとかベースってこのつけたばっかりの時って結構綺麗に見えるものが多いんですけども、時間経った時になんかねこう浮いてきちゃうっていうか、肌なじみが悪かったんですよね。でカバー力すごくあります。であんまりカバー力がありすぎて、私結構ね地肌の部分が全く見えなくなっていくっていうのがあんまり好きじゃない。艶やかなね、あの本当にベールをまとってるようなファンデーションが好きなんだけど、結構ねあの崩れにくいっていうことで、もうマットにもう、ね、あの本当に隠すんですよ、いろんなもの。なのでこれが時間経ってくるとすごくね浮いた感じ、崩れ方があんまり綺麗じゃなかったっていうのが正直なところでした。でもさっき言ったようにこれも部分的にね本当にね崩れやすい、この部分的に使うと、ね、隠したい、赤くなってる時とかあるじゃないですか、小鼻の周りとかね、ここら辺にすごくちっちゃいねボツボツができている時に隠したいなと思う時はコンシーラー代わりに使うのはすごく良かった。ただどうです、あのツヤが全くなくなってくるのでそう嫌だったんですよね。ただ同じマットでも長時間持つっていうところで、あのお仕事でもよく使ったんですけど、このメイベリンのフィットミーリキッドの方はピタッとついて崩れにくい、だからもう真夏のお肌の時にすごく役に立つかなと思っていて、こうちょっとねの目の、ね、下の部分だったりとか、このマスクの擦れの部分にちょっとつけておくと、まあ、ちょっとハイライト的にねつけておいてあげたりとかするとすごく、わかりますかね、なんか肌になんか一体感の感じ、同じようにマットにはついてくるんですけども、一体感になる感じが肌の上に一枚乗っかるっていうのと一枚に なんかなっていくっていうぐらいの差、まあだいたい 0.01 ぐらいの膜の差っていう感じなんですけどね、感覚的には伝わるかな、うまく。まあどっちかというとビタッとつくまってるか、なんか上にこうマスクみたいについていくかっていうところの個人差の部分。私はお人形さんみたいなね肌が好きなんですっていう方は逆にこっちの方が仕上がりが好きな方もいらっしゃるので、ここはね自分の好みで選んでいただければいいかなと思います。私はもう1枚の膜で元々の肌が綺麗だなって思えるようなぐらいのツヤ感が残っていて、ちょっとね自分 のうっすらちょっとねくそばかすだったりとかシミっていうのもちょっとぐらい見えてる方が人間っぽくていいんじゃないかなと思うような感じのベースが好きです。はい、な感じなんですよあと夏になるとねこういうねスプレー式のやつが出てきます。これがやっぱり毎回ねちょっと気になって買ったりするんですけど、結局使わないで終わっちゃったっていうね、この振ってスプレーで気に使うやつ、なのですごく崩れにくいですよって言ってサラッとする、これもやっぱりマットになっていくっていうとこで色っぽくない確かにね、でもちょっとキメの部分がちょっと荒かったりとかするので、私はあんまりこのスプレー型のファンデーションは好きじゃない、ごめんなさい。毎年買ってたんだけどやっぱり、ね、もう全然使わないので、買わないですっていう宣言は先にしとこうと思ってそう、多分出てくると思う。でも綺麗なのは綺麗なんですよ。でもなんかねこのつけて塗った時のやっぱりこのなんだろうなメリハリがない感じになってしまうのがとてもちょっと残念な感じで好きじゃないんですはい。でもなんかこうリゾートとか行ったりとかねするとひんやりしてるので、暑い時にちょっとこう海に行ったりとかそういう時に使うのはいいのかもしれない、悪くはないからね。はい、なんです。
であと高いファンデーションで自分が全然使ってないっていうのがこちらです。このボビーブラウンさんのインティシブ、セラムファンデーションっていうところで、これはもう本当に美容液ファンデーションでね、すっごい評判もいいし、艶やかで綺麗なんですけども、私の中で香りがちょっと受け入れられなかったのと、あとね、若い人のね、20代とかねの肌の人に塗るとすっごい綺麗に上がるんだけど、どうしても自分の50代の肌に塗った時にはなんかね、やっぱ持たないというか、こう肌から浮いてきちゃうっていうのかな、なんかツヤもなんていうかな、ツヤもね、オラドヤっていうツヤになってしまって、大人のツヤ感じゃない感じっていうのかな。本当に初めね、香りいいかなと思って使ってみると、結構ね、塗ってからずっと香ってくる香りがすごい好きじゃなかったっていうか、あんまり好みではなかったのがあるんですけど、美容液でとってもね肌にいいってことで、塗って1日ね置いとくと、肌的にはいいんですけど、ノリ的にはわかるかな、なんかね、馴染みがあまりに綺麗じゃないというか、ビタッとつかない感じ、でもカバー力はあります。20代の子につけてあげた時にはめっちゃ綺麗にベース仕上がるんですよね。でも自分の肌に塗った時にはなんだろう、ちょっとねムラ感というか、あまり綺麗に上がらないっていうのかな、ね、スポンジとか叩いていっても塗ります、綺麗には見えるんだけどね。だったら逆に本当にね、このスックのねツヤ肌っていうと、やっぱり大人の同じね、ちょっと今乾燥してる状態に塗っていくんですけども、カバー力はどっちかというとこのボビーブラウンの方があります。この重ねていった時になんかね、フィット感っていうのかな、私たちの年代っていうのはこのフィット感っていうのがすごいね、若く見える肌になるものすごくね重要なんですね。若い時はね、もうファンデーション塗った感が出ても可愛いのは可愛いんですよ、なんか張りが出てきたりとかするんですけど、私たちの肌やっぱり塗りましたっていう厚化粧感がどうしても出ちゃうと肌が老けて見えちゃうんですね。ツヤが結構こっちだと全体にツヤ感が出るの分かりますかね。でこっちだと本当にこう受けたいところだけが光るっていうか、そうすると上品なツヤ感が出るのと、ね、全体的に、まあ、健康的に見えるっていう点ではいいと思うんですけども、またねパウダーを打ってってなってくるとまた厚みが出てきちゃうじゃない、なのでちょっと使いづらかったかなと思います。ただ自分のね肌が張りがあったりとか、ね、娘さん世代の方たちはもう本当に本当に綺麗に上がるので悪くないんですよ、商品的には。ただ50代の肌だったらどうかなっていうところで、今回、させていただきました。どうでしたかね今日。本当に商品がね全く悪いとかっていうんじゃなくて、本当に私たちの年代ですね、やっぱりファンデーションとかベースってとにかく肌質だったりとか、その年代の肌だったりとか、今の肌の状態だったりとか、自分のファッションあるじゃないですか。でそれがいかにマッチングするような肌質に作ってくれるのかっていうのが、やっぱり本当にベースだったりとかファンデーションを選ぶので随分変わってくるんですね。で手間も変わってきますね、マットに仕上げたい時に本当にね時間経った時にシワっぽくなっちゃったりとかすると嫌じゃないですか。なのでやっぱり長時間見た時ね、大体8時間10時間になった時にもうドロドロしてなんか汚い崩れ方をするじゃなくて、よく馴染んでいって逆に崩れてるのがなんか素敵な人っていらっしゃいませんか。はい、そういうね、自分に合う商品っていうのをどん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 ね自分の中で見つけてもらえるといいかなと思って今回、動画を作らせていただきました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ね、また皆さんの中で、これは私ね合ったよとか、私好きじゃなかったよとか、いろいろね商品についてまたねいろいろコメントいただけると、ご意見とかまたまとめてまたねいろいろいろんな方が見て楽しめる動画を作っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンを押していただけると、今後のね動画の制作にますますねやる気出てくるので、もうぜひともよろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。